鮮やかなイエローのロングドレス姿に反響。プロフィギュアスケーターの本田真凜が3月8日に自身のインスタグラムを更新し、同日に開催された都内で開催された国際女性デー表彰式ハッピーウーマンアワード2024/SDG に出席。個人部門ハッピーウーマン賞を受賞。イエローのロングドレス姿を披露し反響を呼んでいる。この日の投稿では、国際女性デーハッピーウーマンアワード2024にて個人賞を受賞させていただくことができました、と受賞を報告し、これからもハッピーに、多くの学びと共に日々成長し続けたいです。皆様いつもありがとうございます、と感謝を綴り、イエローのロングドレス姿でのアップのショットや全身ショットなど6枚を披露した。この日の投稿では、スタイルいいから似合いますね。いつもと雰囲気違って、また素敵です。ドレスの色もぴったりで最大限に可愛さを引き出されている気がします。など、称賛する声が多く寄せられ、反響を呼んでいた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。